皆さんこんにちは。いつもゆるうりチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。女性から見てこの人といても楽しくない、人として好きになれないと思われてしまう男性には、そう思われてしまうだけの理由が必ずあるものです。でも残念ながら、女性から嫌われてしまった男性はその理由を知ることができません。女性は一度嫌いだと思った男性からは即座にフェードアウトしてしまうからです。こうなると永遠と同じ間違いを繰り返して、いつまで経っても本命になれないということが起きるのも納得ですよね。もしもあなたが過去フェードアウトされた経験があるとしたら、女性に嫌われる NG 行動をとっていたのかもしれませんよ。そこで今日は、女性たちから寄せられたリアルな経験をもとに、女性が秒で恋愛対象外にする NG 行動を5つご紹介します。この動画を最後まで見れば、女性がどんな行動に幻滅するのか、逆に何をすれば彼氏候補として好感を持ってくれるのかを深く知ることができますよ。では最後までご覧くださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、ネガティブ思考。これ、うっかりやってしまう男性が多いんですよね。日本には謙遜の文化が深く根付いているので、自分なんて顔が良くないからモテない、給料が上がらなくて困るよ、なんてついつい口走ってしまうようです。偉そうだと思われないように謙遜する男性がほとんどだと思いますが、実はこれ、イメージダウンに直結してしまう NG 行動なんです。女性はあなたと楽しい時間を過ごしたいと思っています。それなのに、ジメジメとネガティブな話題ばかりでは気がめいってしまいますよ。相手にプレゼントを渡すところを想像してみてください。こんなセンスのないもの、絶対に気に入らないと思うんだけど、と言って渡されるよりも、一生懸命選んだよ、気に入ってもらえると嬉しいな、と言われた方が、同じ品物でも全然印象が違いますよね。あなたが女性にプレゼントすべきは、後者一択です。女性って実は、自信がないことを下手に隠すよりも、素直に弱みをさらけ出した上で、それでも前向きに頑張っている男性にキュンキュンするものなんです。例えば、自分のセンスには自信がないんだけど、少しでもおしゃれしようと思って新しく服を買ったんだというポジティブさや、会社の待遇に満足ってわけじゃないけど、今は与えられた仕事を丁寧にやろうと心がけてるよというプラス思考な一面を見せられると、かえって素敵に見えてしまうものなんですよ。自信がない部分は誰にでもあります。それを改善しようと努力することもとっても素晴らしいですが、それと同じくらい素直に弱みを見せることもモテるための近道だと覚えておいてくださいね。2、噂話をする。これも一緒にいてちっとも楽しくない話題の一つですね。身近な知り合いの噂話に限らず、有名人のゴシップやSNS で紹介されている眉唾もののニュースなど、根も葉もない話に踊らされている男性をかっこいいと思う女性はいません。女性はどんと構えた落ち着きのある男性が好きです。あなたにとってどんなにビッグニュースであったとしても、事実かどうかもわからない話に一喜一憂する姿はとても素敵だとは言えません。それまでどんなに印象が良かったとしても、〇〇部長、実は奥さんの尻に敷かれてるらしいよ、あの女優裏ではめちゃくちゃ性格悪いんだって、なんて聞かされたら一気に冷めてしまいますよ。女性の前では噂話はしないというのが本命候補になるための鉄則です。もしも誰かのことを話題にするのなら、その人の素敵な姿を褒めるような内容にしましょう。誰かの評価が上がるような話をすることで、回り回ってあなたの株が上がります。女性は男性のそういう細かな気遣いを敏感に感じ取りますから、
こんな風に誰かのことを肯定的に見られるなんてすごいな、と男性として以前に人として一目置かれる存在になることができます。先ほどネガティブ思考の項目でもお伝えした通り、女性と一緒にいる間は常にポジティブでいることを心がけておけば間違いありません。きっとあなたの前向きな姿勢に好意を抱いてくれますよ。3. ナルシスト。自分のことを好きだと思えたら、それは素晴らしいことですよね。ただ、表現の仕方一つで、長所にも短所にもなってしまうというのも事実です。女性から寄せられた体験談としては、せっかく一緒にいるのに、窓ガラスに映った自分の髪型チェックばかりで、全然目が合わない。聞いてもいないのに、有名人の話し合いがいると自慢してくる。出身大学や年収の話ばかりでちっとも楽しくない、といった行動で即刻なし判定となったそうです。男性としては自分がどれだけすごいかを話すことで魅力をアピールしようと思っての行動なのかもしれません。でも女性としては過剰な自己アピールは苦痛でしかないというのが本音です。確かに容姿や学歴、収入やコネクションなどは魅力の一つとも取れますが、聞いてもいないのに自分の話ばかりを押し付けられるとかえって逆効果です。モテる男性に共通しているのは話し上手ではなく聞き上手であること。自信のある人ほど自分のことを長々話すなんてことはしないものです。聞き役に徹することで逆にこの人のことがもっと知りたいという気にさせてしまうのがモテる男性のテクニック。自分に自信がないという人こそ相手の話に親身になって耳を傾けることから始めてみてはいかがでしょうか。おしゃべり好きな女性にとって聞き上手な男性はとっても魅力的に映ります。この人にもっと聞いてほしいなと思ってもらえれば必ず次につながりますよ。4. ケチ。ケチケチした男性が彼氏候補になることはほぼありません。交際がスタートして本当に気心が知れた関係になった後なら、適度な節約はかえって堅実な印象を与えるかもしれません。でもまだこれから関係を深めていく段階で、自分に対してお金や時間を惜しむ男性に女性がときめくことはないと覚えておいてください。女性はお金や時間をかけてくれる男性が好きなのではなく、自分のことを女性として大切に扱ってくれる男性に惹かれます。特に出会ったばかりの頃は相手のことをものすごくシビアに観察している段階。ここでケチケチした姿を見せることはあなたが何に対しても出し惜しみをする性格なんだと誤解を招きかねません。最終的にはこの人にとって私はその程度の価値しかないんだとがっかりされてしまい、恋愛対象から外されてしまうといったことはよくあることです。節約をすることは悪いことではありません。ですが落としたい女性がいるのであれば、素敵な恋愛への投資だと思ってお金も時間も出し惜しみせずに使うことをおすすめします。自分を大切にしてくれる男性の姿を女性はちゃんと見ていてくれますよ。5. しつこい。これは私の周りでも結構あるあるな NG 行動ですね。返信をくれない女性に追いラインしちゃったことはありませんか？好きだからこそ追いたくなる気持ちも十分理解できます。ですが相手のペースを無視した好き好きアピールは女性にとってはただの負担。重いと思われたら最後は女性はさっと引いてしまいます。つまり追うことと執着することを間違えると、あっという間に恋愛対象外になってしまうというわけです。この2つの決定的な違いは余裕があるかないか。余裕がない状態でアピールすると、この人を逃したらもう後がないと必死な感じが相手に伝わってしまいます。粘着質になってしまうことで、女性は拒否反応を起こして逃げてしまうんです。
反対に余裕がありつつも、どうしてもあなたがいいという思いは情熱的だとポジティブに受け取ってもらうことができます。これは女性としてはとっても嬉しいですよね。もしも誰か一人の女性に執着してしまいそうになった時は、ファッションやヘアスタイルを変えて自分磨きをしたり、趣味に没頭してみたりと、少し恋愛から離れてみるのがいいでしょう。心に余裕を持った上でするアピールは、必ず女性の心に届きますよ。ここまで、女性が秒で恋愛対象外にする完全 NG 行動を5つご紹介してきました。もしかすると、これやっちゃってた、と思うのもあったかもしれません。でも、今日勉強したことをしっかり押さえておけば、同じ失敗はもうしないで済みますよね。次に素敵な女性に出会った時には、今日ご紹介したポイントを踏まえて、あなたの魅力がストレートに伝わるような行動をとってみてくださいね。動画のご感想、恋愛に関するお困りごとがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。